いやでもいつも俺がいじめられてるから、たまにはいじめてる側に回っても誰も文句言わないと思うんですよ。いじめられてんの？いじめの川瀬さんって。そう、俺いじめられてる。そうなの？そう、俺年上たちにいじめられてる。じゃあいじめていいってこと？だっていじめられてるんでしょ？慣れてるってことでしょ？まあこうやってね、世の中はね、回っていくんですよ。皆様覚えておきましょう。そう、これが世の中です、みんな。いじめのする人はね、やっぱうるかさみたいな人のことをね、やっぱしてないしてない、ね、もうるかさん、うるかさんいじめはしてないけど、多分女は殴ってるから。あー、そうだよね。殴ってない、殴ってない。わかるわ、うるかさん女殴ってそう。やばいやばいやばい、それは違う。うるかさんのコメントなんで笑っちゃうわ。殴らないけど、週1で女変えてるよ。変えてない。そう、だから彼女、あ、あ、そうか、だから彼女いないのか。彼女はいないんだね。なるほど、女がいないとかで、彼女がいないのな。こりゃ一本取られちゃった。えっくいってマジで、もう風評被害がもうひどいんよ。ウルカ炎上でしょ。俺炎上させるわ、じゃあ。問い前とくわ、ツイッターに。なんか世に出回ってる情報の多分7割ぐらい嘘のこと多いかな。いや、実際そう、実際そう、大体嘘。でもなんか、でもフランフラン知らないよ。そうなんだ、フランフラン知らないんだ。あ、知らないんだ。え、知ってんのお母さん。いや、まあやめようこの話すんの。本当に知ってるね、本当に知ってる。やめよう、この話すんの。いや、知らない知らない、知らない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 ってよ、みんな。おいおい、カワセとウルカフランフラン知らねって。なあ、なあ、何も知らん、何も知らん。それできるようになってもいいね、めっちゃいいじゃん。なんか答えてやれよ、ウルカさん。いや、いいんだよ、もういつも通りだから。私がいつも一人でベラ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 喋って、ウルカさんは無視。ちょっと今ちょうどね、もう慣れてる。ちょうどね、さっきのディスコの通知がちょっと気になって。もういいよ、いつもこうなんだよね。どう思う？びっくりした、急に急に来たからさ、今のは。もういいよ、うるさい。急にダメしてちって急すぎて何も聞いてなかった。ちょうどそこら聞いてなかった今。だ、もういいって。もう自分でも何言ったか忘れたわ、もう。じゃあいいや。殺すぞお前。怖いよね。